チキンタツタとは、ファーストフードチェーンの日本マクドナルドが販売している、ハンバーガーの商品である。日本オリジナルメニューとして開発され、生姜醤油風味の鶏のタツタ揚げやキャベツの千切りを、クリーミーで少し辛味のあるソースを合わせ、手作りである、専用のバンズで挟む構成となっている。包装剤は、衛生紙や発泡スチロール製のものであったが、高さがあることから、 後にボール紙の箱に収められて販売されるようになった。1991年4月に期間限定商品として初登場し、1992年2月からレギュラーメニューになり、10年間以上にわたり人気となり客に好評であったが、2004年2月に鳥インフルエンザの影響で材料調達が困難となっていたことや、他のメニューと食材の共有が不可という理由もあった。 ことから、店頭在庫がなくなり次第販売終了となった。2008年9月に、オリコンが実施した、復活してほしいファーストフードメニューランキングで1位となり、復活が熱望されていたことや、鳥インフルエンザが一段落したことから、2009年5月頃に、埼玉県埼玉市にある、数店舗限定の試験販売を経て、2009年9月25日から10月15日までの、 予定で復活したが予想を超える売れ行きがあったため5日前倒しの10月10日に販売終了した。価格は地域により異なっていた。前回の期間限定復活時に予告されていたように同年12月16日から再復活し2010年1月11日まで販売した。2010年マクドナルドの日本の味第3弾で5月17日から6月中旬に 再登場。日本マクドナルドのテレビ広告や店舗の看板でもチキンタツタを全面に押し出すなど期間限定主力商品としてアピールした。2011年にも1年3ヶ月ぶりに期間限定で8月12日から9月上旬に再登場。8月8日から12日の間、マクドナルドの PC サイト上にて1日1回チキンタツタに関する トリビアクイズを出題して結果をツイッターで MCDCKN のハッシュタグをつけてつぶやいた人の中から1000円分のマックカードを毎日10名に抽選にてプレゼントするキャンペーンも行われた。2011年8月12日の販売時点の価格はチキンカツタの単品が300の320円、バリューセットが610から640円といった。 価格で販売された。チキンタツタ和風おろしまた、2011年の12月16日から2012年1月上旬にも、再度期間限定販売。チキンタツタに加えて、ゆず風味の和風おろしソースを使った、チキンタツタ和風おろしが販売された。価格は、同年8月時と同じくチキンタツタが、単品300の320円。チキンタツタ和風おろしは、 単品320の340円。チキンカツタに新しいバリエーションメニューが作られたのは20年間で初めてのことである。以降、1年に1回ほどのペースで期間限定で販売されている。2017年2月8日から3月7日にかけて行われた期間限定販売ではチキンカツタに加えて新たにタルタルソースを使ったチキンタルタが登場した。 2021年1月、チキンカツタの初登場から30周年を迎えたことを記念し、定番のチキンカツタに加え、甘酸っぱい青春をイメージした瀬戸内レモンの爽やかな風味が特徴のタルタルソースを合わせた新商品チキンカツタ瀬戸内レモンタルタルを発売。キャンペーンのコンセプト、迷って青春だ。をキャッチコピーに掲げ、人気漫画。 タッチとコラボレーション。なお、CM ソングは、テレビアニメ、タッチの主題歌、タッチの替え歌を、岩崎よ美本人が歌唱。ありがとうございます。